阪神、球団史上初。阪神が関西ダービーで連敗した。2カードぶりの負け越しで貯金は、1となった。球団史上初めて、交流戦でオリックスに2戦連続完封負けした。打線が完全に沈黙。オリックス先発エスピノーザに6回ワンアウトに木浪がセンター前ヒットを放つまで完全投球を許した。7回には連打などで2アウト満塁を作ったが、佐藤が空振り三振で無得点に終わった。先発、大竹は6回7安打4失点で4敗目を喫した。3回までは2塁すら踏ませない完璧な投球だったが、4回に暗転。2アウト1、2塁から紅林にレフト前タイムリーを浴びた。さらに2アウト満塁から胸にレフト前2点タイムリーを献上。この回3失点した。6回には1アウト1塁から紅林に右中間へタイムリーツーベースを許した。5月22日、広島戦以来の5勝目を逃した。しかも4番やってる限り無理でしょ。昨日はミエセスが袋叩き。今日の先輩は誰？教えて。調子の最悪なライオンズに3連勝して勘違いしたんじゃない？弱すぎる。明日も負けて交流戦再開転落だろこれ。どうしようもないくらい打てない。今年は期待できません。情けないなの言葉しか見当たりません。佐藤の最後の当たりは悪くなかったのにな、惜しかった。中野はなんでいつもフライばかり打つん？打点取ったら年俸下げられるんかってくらい点が入らないね。現地の人はかわいそうすぎる。猛虎とかよく名乗っていられるな。虎に失礼。猫パンチ打線がいいところだわ。